池野くんは1年半ぶりの実戦なので、そうですね、緊張してると思うんですけど、自分の強みを出していってほしいですね。バット、うわー、ナイス。マウンド上、新入生関戸康介です。彼はバッターボックスは黒沢太郎です。こちらは新3年生、高めに力が入ります。順調に、まあ、投げれてきてるとは思うんですけど、まだやっぱり実戦で投げてるのは投げてるわけではないので、今も150出てるらしいので、あ、150キロ、まっすぐ高め、浮いてます、押していきます。はい、これから実戦経験積んで、そうですね、フィールディングだとか連携プレーとかそういうところを詰めていけば、本当に日体大を襲って立つような男になると思うので。さあ3ボール2ストライク、ここまでストレートが続きます。マウンド上関戸、ストレート差し込まれました。セカンド中島、軽快にさばいていきました。バッターボックスは新4年生伊藤大輔です。いやー、これもいいボール、ゆっくりと足を上げて、もう一つストレート、さあ押し込んでいきます。すげえ、うまくさばくかなと思います。もう一つまっすぐだ。ここまで全球ストレート。さあ関戸康介追い込んでいます。まっすぐ、素晴らしい。いやー、ツーボールツーストライク、ここで変化球だ。ナイスボール、外いっぱい。そしてまっすぐ逆方向に上がりました。弱い当たりです。レフトが掴んでスリーアウト。素晴らしいですね。